皆様こんにちは、アンバサダー J です。J リーグサッカープライムゴルス3の方ですね。続きやっていきましょうか。前回なんだっけ、マリノスだっけ、なんかめちゃくちゃな試合やってたんだよな。あ、今回レイソルね。レイソルもなんかファーストステージの時結構強かったような気がするんだよな。もうなんかファーストステージの頃のあれ関係なくなっちゃってるんですけどね、もう強さのレベルがね。今回ちょっとここ石井に変えてみましょうか。前回5点も取られたからな。あっ、今いけたけどちょっとミスったな。さあ本当だ、黒崎、長谷川ヘッド、いやー打てねえか、あそこ本田、黒崎、ああ長谷川ダメだか。いやーこれちょっといけるか、ちょ難しい。サントス、よし黒崎、もう一丁、レオナルドヘッドいやちょっと待って、硬いぞこれ。前回ってなんだっけ、結構すぐ点数取ったような気がするんだよな、マリノス戦ね。あーってこれやばい、あれどうだったっけ、なんかすぐ開始すぐになんか点数取ったような気がしないでもねえな。今回ちょっとこれ点数取れないですよこれ。あーっと、そう言ってたら取っちゃった、そう言ってたら取っちゃった、レオナルドヘッド、エクセレント、いや綺麗なヘッドだったね今。テンテ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 テン、おいおい、さあ石井、石井か、チョルジーノ取んなかった、今のもね、もうあのキーパーが取ったか、あのディフェンダーがボール持ってるのか分かんないんだよなこれ。いやー長谷川、彼か、ジョルジーニョ、いやこれ持ち込むよこんなのも、やーい、あーちょっとさ、途中であれ今サークル変わったでしょ勝手に。ここまで追いかけさせてサークル変えないでくれよって感じだな。あいや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 、よしか、あカットしたけど、よしよし、レオナルド、よし取ったー、もうちょ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 、今通ったと思ったのに、ジョルジーニョ、いやーダメか、よしレオナルドシュート、危ない危ない、
ジョルジーニョ。いやーって、うん、ここちょっとね、黒崎がもうちょっと開いてくれると、開いていくといいんだけどね。おお、危ない危ない。これ下手にトラップしちゃうと相手に取られちゃうんだな。これでうまくスルーして、おーおーおお、中央突破、中央突破。さあ黒崎、レオナルドヘッド。いや、ほんと綺麗なヘッドするね。さあ、ジョルジーニョ。ああ、またレオナルドヘッド。おー、ちょ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 、うまく今みたいにトラップをせずになんとかボールの後ろ側につくっていう方法をやんないとボールが取れない。トラップしちゃうと相手がね、簡単にボール取っちゃうからね。本田、黒崎、いやー、違う。やべ、サントス、あー、そっちじゃないんだよね。本田、黒崎、いや、いいね、吸いついて、吸いつくようにボール来たね。やーっと取られちゃう。なんかね、攻めが単調なような気がするんだよこれ。前回のマリノスと違うね。守りは勝てんだけどな。やーっとダメだこれ。いやー、抜かれたよ。いやー、ダメか。もうちょっと持たないとダメか。さあ、ジョルジーニョと加藤、ウィー、よし、抜けたね、これうまいね今。わあ、とっ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 と。いやー、ダメか。うん、いやー、いいね、いいディフェンスするね。今のもボール目の前に来てるのに逃げてくでしょ、ボールから。こおー。もうこのとここれ分かんないんだな、誰がボール持ってんのか。よし、あった、抜けないか。よし、ああ、いやいやいや。さあ、ジョルジーニョ、よし、このタイミングか。長谷川ヘッド、ダメか。
おお、すごいな、もう。よお、すごい、もう。いやー、もう玉際の強すぎるだろ、玉際。おお、もうコーンじゃない。さあ、ジョルジーニョ。あー、ちぇ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 。さあ、本田。おお、おお、もうよく止めたね、今。ああいうのも決められてもしょうがないシュートですね。いや、また抜けてきて。ああ、今のも、これ、一番向こう側だから、誰だ、もうボールから逃げてったでしょ、今、ディフェンダー。なんか、俺の守備位置はここじゃねえみたいな感じで、自分の位置、守備位置に戻ってくんだよね、そこにボールがあるのに。いやー、オーバーヘッドしてきたよ、ミューレル。いやいやいや、これちょっとでも急に攻撃が変わってくる可能性あるな、パターンが。ああ、出た出た、中央突破。誰も行かない。さあ、そのままからサントスで。いやー、ダメか。レオナルド。お、空いてるよ。レオナルド、シュート。ガッハ。いや、なんかぽっかり空いてたな、今。ぐらいパフに。あ、ってことは3点全部レオナルドが。今なんかほんとぽっかり開いたな、なんかあそこに穴が。おお、出た出た出た。中央突破、中央突破。もう何も障害がないかのごとく普通にスーッとくるよね。さあ、石井からサントス、レオナルド。いや、これもう持ち込みだな、これ。センタリング、誰もいないか。さあ、本田。よし、本田から長谷川。あーっと、何、いやー、また来た。もう誰か止めたな、足ね。おお、ちょっと。よし、センタリング、ヘッド、レオナルド。
お、誰もいない誰もいない。おお。え、これどこに蹴りゃいいの。いやーもうすごいね、もうボール取って簡単に取るもんね。よし、あーちゃー、それ出ちゃうね、やっぱね。セガシュート、おー止めるね。いや、これ抜けるか抜けるか、うわ抜けねえな、これちょっと、うん、ああなっちゃうとあれ後ろからボール取り始めちゃうからね。いやいや、来た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 、オッケー止めた、さすがマン。いやいや取られちゃった。今なんかセットできそうな感じしたんだけどな。あー黒崎ヘッド、飛んだ、うわーって飛んでか。よし黒崎、おお、今のも後ろから足出してるでしょあれ。そんなんじゃ取れねえんだって普通ボール。おっちょっと、いやー打たせてくんないね。いやーもうこっちはもう打ち放題か。よし抜けた。レオナルドヘッドしたけど多分今はディフェンダーに当たってる気がするな。おいおいおい、あちょちょちょもうちょっともうなんだよこれ、もうどこにやっても結局取らないですよこれボール。こっち大丈夫だったか。飛んでな。おっす。あ、頼みだ。よし抜けたよ、
シュート、あーダメか、もうなんだなんだ、シュートシュート、おい、いやまた来たぞこれ、全然止めらんないよ、そこで B ボタンいくらやろうとも、もう止まんない、あ、ちょっと止まんないもんな、本当に。で、あれタックルすると多分ファールってなると思うんですよね。ファール、レッドファール。よし、取ったよ、これ。ヘロナウドヘッド。ほんと止めるな、これ。黒崎、ああダイビングボレー、ダイビングボレーじゃん、ジャンピングボレー、いやーダメか、よし、長谷川取ったよこれ、もうもう3人、もうまた後ろからもうボール取っていくよこれ、よしカットカット、石、おいおいおい、さあレオナルド、センタリング、おーってダメか、おーってどこにパスする、シュート、よし、カット、いやーこれ取んないか、もう全然止まんない止まんない、クロスアゲヘッド、あ、止まった、長谷川今多分なんかクリアしたボールにまた当たってシュート打ったような感じだったかな、さあ長谷川、お、タイムアップですね、いや手堅い試合だったんじゃないですかね、レオナルドハットトリック、いやもうあの前半でしたっけ、あの、あそうだ、後半はなんかあれだからな、あの普通の持ち込んだシュートでしたっけ、前半のあのヘッドですかね、あれ綺麗でしたね日本、さあレイス、土井、澤田、あゴールキーパー土井、ディフェンダー澤田、渡辺、ネルシーニョ、大場、ミッドフィルダー、し、あー、これだ、前も調べてなかったな、下平か下平か、柱谷、これはどレッツの方から来たあれかな、大倉、加藤、フォワード、ミューレル、彼か、いやもう相変わらずシューターも向こうの方が断然ですね、もうね、
柏は終始ボールを支配するも決定力を欠く。もうレオナルド3発でしょこれ。さあ他球場の結果、浦和が勝ってますね、1原に 1-0 で、ベルディが、マリノスに 3-1 で勝ってますね。でフリューゲルスが平塚に 3-1 で勝ってると。で、あ、そっか、岩田がガンバに 3-2 で勝ってるのか。セレッソが名古屋に 3-0 で勝ってますね。広島が清水に 3-0 で勝ってると。またゲーム運だなこれ。いやそうですよね、ずっとゲーム運な気がするな。今日の星占いゲーム運連戦連勝です。獅子座、なんで何度やっても勝てません。天秤座、鹿島、あ、これだから鹿島なんか少ねえんだよな毎回の 13,576 人。さーて、で相変わらずも失点は多いね。でもね、まあ、ファーストステージの時に比べればまだマシかな。並びましたね、黒崎とレオナルド、ついに。この K とか H とかよく分かんないんだよな、これ何なのか。なんかアルシンドもでも何気に上がってきてるの、46。なんか相当点数決めてんじゃないこれ。抜かれる可能性もあるんだ結構。まあとりあえず今回はこの辺りにしましょうか。それでは皆様次回の動画でまたお会いしましょう。